いランナーを背負いますが、粘りのピッチングを見せます。8回まで得点を許しません。0対0のまま9回、巨人は4番亀井。22打席ぶりのヒットで3塁1塁とチャンスを広げます。とっておきの代打は高橋由伸、初球でした。18年目のベテランがしぶとい当たりで均衡を破った巨人、接戦を制して連敗を止めました。原監督、菅野はプレッシャーの中魂のこもったいいピッチングをしてくれた、由伸も思い切りの良さが出る強い意志が伝わってきましたと嬉しそうでした。